涙出てきた、すごいうまそうすぎて、これでヤバティ乗り切れるな、ね、余裕で。麻婆豆腐大好き。でも麻婆豆腐はタイガのこと嫌いって言ってたよ、この前。いや、天津飯が言ってたよ、俺のこと嫌いって。うん、食わないでほしい言ってたよ。わー、嬉しそう。これが銀で壊れたら重いな喜んでるはずなのに。やばい、サウナ来てる、サウナ暑い。ヤバティ鮭屋さん、ベストオブザタンクトップ47都道府県ツアー in 沖縄ということで、今オープニング撮ってるんですけど、今日はヤバティ鮭屋さんのツアーのファイナルが沖縄のミュージックタウンコザで行われるので、コザミュージックタウンに来ました。いや、ガクト君は初ですよね。普通初です。あらす、今この車が喜んでるんですけど、終わりかな。これは俺が車持ってることを初公開の動画、もしかして多分そう。いや違うね、あの卒業式 Vlog が上がったらそっちが初だな。ということで、てか本当にあと1時間ぐらいしかないんですけど、もう僕はライブハウスのヤバティは初、言うて2回目なんだけど、ヤバティは多分めちゃめちゃやかましいことになると思うので、前の方には行かず、怖くないライブとか、うん、ちょっと怖いっすね。だから あったら怖いから後ろの方で見守りたい。楽しみですか。おいっす。めっちゃここ最近は3日間ぐらいずっとヤバティ流してたから、多分絶対乗れるよ。まあ俺結構覚えてるからね。任せろ。ネフトに客がない。ヤバティ鮭屋さん、あたしたあたしたー。いやマジで最高だった疲れたちぎったな感じ。ちぎり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 ちぎろ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 。はい、ということでヤバティのライブから数日が経過した僕なんですけど、これ覚えてる、日本武道館ツアーの時のこの森本おでかけスティックを持ってって一応写真も撮ったりしたんだけど、これ持ってる人いたとかな、他に。だ結構なんかこうやってこれやりながら、森本さんが前に来た時にこれ見てみたいな感じでやったけど、気づいてはもらえなかったんだけど、会場を見渡した感じこれ持ってる人あんまいなかったし、あと僕ね今回のグッズ買ってなくて、まあ、これだけで行ったんだけど、まあ、全然これでも全然服装とかまあ関係あるけど、多少関係あるけど、これでも全然楽しめました。であとね、先に感想の前に、あのヤバティのライブが終わった後2日間僕の右耳がぶち壊れてて、もうずっとキーンってなってて、まあね、あのあるあるなの。なんかライブ終わった後1日ぐらいは、1日ってくらい、ね、あと寝る前までとかは耳がほぼちょっとなんかボワボワしてる状態が続くのが僕の中で当たり前なんだけど、今回ヤバティのライブはね、もう2日間ぐらい続いて、それがもうさすがに、あ、鼓膜いっちまったかなとかと思って、めっちゃスマホで調べて、鼓膜破れる、聞こえなくなるとか、音は聞こえんの、こうやって押さえても指突っ込んでさ、こっちを塞いでなんかもういろいろやっても音は聞こえるからさ、うわ破れてないのこれ、わかんないって思って、であと1日寝て起きて音がまだ治んなかったらもう耳鼻科行こうと思ったらもう治ったんで、今日その当日なんだけど、普通に怖くてベッドに寝てて、明日起きてまだ鳴ってたらどうしようっていう恐怖。ヤバティにぶち壊されるなら全然嬉しいんだけど、まあ、でも怖くて、まあ、起きて治ってたんで今から感想を言うんですけど、本当に楽しかった。めちゃめちゃ本当に初めてのライブハウスで、もうライブハウスってさ、もう人間の熱、人間のサウナみたいな、めっちゃ暑くて半袖で行ったけどさ、もう人パンパン。最初さっきさ、めっちゃ怖いから後ろにいようねとか言ったけど、めっちゃ前行ったし、なんかもうモッシュだっけ、サークルモッシュとか、ちょっとあんま詳しくないんだけど、一緒にみんなで走ったりバーンってぶつかったり、そういうのも初めてできて本当に楽しくて、もうほーって上向きながら叫んだからさ、今喉も痛いし首も痛いしっていう状況。なんかやっちゃうじゃん、上がったらさ、なんかうわーってやっちゃうし、うわーうわーとかもやっちゃうし、なんかその背景めっちゃ白いの、めっちゃ新鮮じゃない。まあまあでも本当にめっちゃ楽しくて、あと新しいお家だからちょっと静かに。で今回ツアーファイナルが沖縄で、対バンが岡崎体育さんで、僕岡崎体育さんを見るのが初めてなんですけど、本当にあのめっちゃ楽しかった。
死ぬほど楽しかったな。こうするぐ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 るコサミンとか、あとなんか最初に歌った曲か分かんないけど、オーカー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 って、あれめっちゃめっちゃ耳に残ってて、あれ調べたの Google でさ、オーカー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 岡崎体育みたいなスペース開けて調べても全然出てこないし、まずあれオーカーオーカーオーカーって言ってるのかも分かんないけど、あれなんていう曲か分かんないんだけど、結構岡崎体育さん目当ての人ってあの聞いてて手挙げてる人もいたから、その人がもし見てたらあの題名教えてください。普通にめっちゃ気になって、めっちゃあのめっちゃ口ずさんじゃうの家でも、おか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 さきだおほほみたいな感じの曲なんだけど、全然めっちゃそれが残ってて、だからそれ知りたい。マイナーな曲ばっかりたくさんやってくれて、あの小山さんがリクエストした曲をめっちゃやったって言ってたんですけど、まあそもそもねその知ってる曲が全然少なかったんだけど、それでもね死ぬほど楽しかった。普通にもうおおとめっちゃ頭振ったし、もう、まあ、拳は捧げたし、な楽しい時間を過ごした後、あっという間、マジでそれもあっという間ね。よしやった後にヤバティさんが登場して、もうそこでもう喉いかれたよね、普通に。もうなんかもう、なんていうの、こんな、さっきも言ったけど、もうさっきも言ったけど、人間があんな集まるとこんなに暑いのかっていうか、ちょっと絶対酸素薄かったし、息、呼吸しづらかったし、もうそのね、その煽り方もめっちゃもう最高で、一緒に歌えたし、なんだろう、なんか日本武道館の時にも小山さんが言ってたんですけど、なんか音楽に執念を、なんだっけ、音楽に信念を持って、この僕たちを好きにいてくれるでありがとうみたいなことね。まあその、なんていうの、やば、まあなんていうのかな、こういうバンドを好きにいてくれてありがとうって言ってくれて、あ、本当に好きでよかったなっていうか、今回も思ったし、もう楽器、耳やられたけど、楽器の音とかめっちゃ好きだし、まあなんかもう本当にこの場の雰囲気めっちゃ好きだった、普通に、うん、あ、そうそう、あとなんか上を転がる人いるじゃん、なんかあれもなんていうか分かんないんだけど、それをちょっとアシストしてあげるみたいなのもやって、普通に楽しかったし、てかそのなんかその今回のライブ終わった後に一番ヤバティの中で耳に残ってたのが、あのベストアルバム大好きって曲があるんですけど、それがなんかそこの部分がずっとなんか、まあ、好きで聞いてたんだけどね、今回ライブ終わった後にさらに印象に残ったというか、で最近ずっと聞いてるんだけど、まあなんか、まあ、この動画でガクト君と一緒に感想を言いたかったんだけど、そのシーンがなくて、こうやって今別々で撮ってるんだけど、別々っていうか今僕が一人で撮ってるんだけど、最高のライブ、本当にライブハウスってやばいなって思った。なんかもう本当にあのなんか日本武道館はでかすぎて、あ、てかそうそうそうだそうだ、声を出したライブが初めて、そこだよそこだよ、そう、日本武道館の時はもう心の中で叫ぶだけだったんだけど、今回は声出しできるからさ、もうやばくて、そこを先に言えよ、普通に。そこだろ？うん。そこなんだけど、もう声を出せる喜び、一緒に歌えて、一緒に、わーわーって言える、ふぉーって言える、もうそれでなんかもう、そう、最高、体全体で楽しんでるというか。それで音楽を感じて応援して、応援っていうのを応えてみたいな、非常に素晴らしい体験をすることができました。ライブハウス最高です。これからなんかいろんなライブハウス回ってねって言われたんで、まあ行きたいと思った、普通に。だから楽しみ、今後が楽しみということで、あの、まあ、ちょっとだけ動画も続きあるんで、本当に楽しいライブでした。ありがとうございました。大好き、どんどん行こう、上地トンネル草っぱら、映えてるな、これは。でこぼこじゃり道子、これ何が違うの？こっち100円だよね。何が違うんだろう、こっちだよな、普通に。え、そっちなの？いや、こっちだよな、じゃん。いや、でも、レモンティーだ。しっかり見ろよ。レモンティーなんかどこにもないぞ。あれえ、これやん。しかも100円、10円お釣り来たってこと、今。ん？次どこ？多分もう一回押してもレモンティー出てくるぜ。そこレモンティーしか入ってない。10円お得したわ。タイガと同じとこでやってみるね。うん、これ検証だから、マジで検証ね。本当にルーレットなのか。テケ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 、ピッ、おー、ルーレットだ。
メロンソーダも一応どこにも書いては書いてないな。めちゃくちゃです。100円お得、10円お得でこれ出てくるのいいじゃん。100円お得だな、おい。交換しよう。いや、言っただろ。ん？言ったでしょ。え？ん？あれ？ん？なんかエラーが起こり続けてるみたいで。本当に？なんか2回やって失敗して、今3回目。石板チャンス来てる、これ石板で成功したら、その電話してくれるみたいな。マジで？もうガチ運命かかってるってことだな。え、ここでも2回失敗するってやばくない？健闘を祈ろうぜ。お願いします。飲食いかつアンブッシュ。全然慰めだよこれは。いらないよそんな。待ってこうなのかな。